アウディ R8 の DRL BMW6 シリーズグランクーペンの DRL 昼間点灯とは、昼間の明るいうちから車両の全消灯などを点灯させることである。英語ではデイタイムランニングランプと称される。日本ではデイライト、デイライトなどとも称される。自動車用としては1970年代から必死人性を高めて交通事故防止につながるとして、 世界中で研究が始まり、スウェーデンをはじめとするスカンディナビア諸国から世界に広まっている。日本では東海道新幹線が1964年の開業以来実施しており、鉄道、緊急自動車、事業用自動車、オートバイ以外では一般的ではなかったが、2000年代に入った頃から LED の昼間点灯用ライトの販売開始に伴い、ドレスアップ目的なども含め、 普及が進んでいる。類似の施策にトワイライト音がある。常時点灯は市内が日没に先立ち自然消灯を点灯して特に事故の多い白母時間帯の交通事故防止を目指す取り組みである。運動推進時間は東京都中野区は日没のおおむね1時間前としている。大手私鉄で最初に昼間点灯を完全実施した名古屋鉄道の電車東海道新幹線は 営業線における踏切が皆無であるが、開業当初から全商等、美等ともに常時点灯で運行した。新幹線以外では、1989年3月11日に JR 西日本で列車の必死認性と安全性や、運転保安度の向上などを目的に開始したのを、川切りに JR 全社と大半の私鉄で実施されている。 大手私鉄では1990年10月29日に初めて名古屋鉄道が完全実施した。地下鉄路線では以前から地上区間を含め事業者の運転取扱い心得などに定めて常時点灯としている路線が大半であった。連結面の全消灯点灯微灯を常時点灯とせず反射板で代用する例多くの鉄道事業者は ラッシュ時と換算時の受給変化に応じて、運転間隔と列車の編成量数の増減で対応しているため、編成中に乗務員室や運転台同士が向かい合う形で連結されることも多い。ホームから連結面間の空撃への旅客の転落防止措置として、現在では申請車両に転落防止ホロの取り付けが義務付けられているが、運転台側に関しては、 運転時の乗務員の視界確保や見栄えを理由に取り付け対象外となっていた。ニューヨーク市地下鉄や、葬式の大阪市営地下鉄のように、運転台のつまみに転落防止用のチェーンや、稼働策を装備している車両もある。2010年12月に JR 西日本神戸千枚湖駅で発生した、運転台同士の連結面間への転落死亡事故を受け、 同社は水平設置系の転落防止ホロの試験も行っていたが2011年5月から管内で運転するすべての中間に組み込まれた運転台においてこの箇所へ転落を防止する注意喚起を目的として向かい合う双方の車両の全消灯を常時点灯とした関東地方の大手手鉄は1995年2月21日に 京浜急行電鉄が全線で常時点灯を開始し、順次全事業者で実施された。その後は、関西並びに、九州大手市鉄でも1998年3月17日に、近畿日本鉄道が全線で常時点灯を開始した、あと、順次全事業者で実施されている。地上のモノレール路線は、昼間点灯を実施する会社はない。新交通システムは、 進行方向は終日点灯する、ゆりかもめ、ホームに柵などはないが、昼間の地上部は消灯して運転する、山間ゆうかりが丘線、など各用である。尾灯は、常点灯とする事業者が現在は、多数を占めるが、JR 貨物の貨物列車の多くは、昼夜問わず反射板を持って、後部標識としている。また、小港鉄道基波200型は、微灯の周りに、 後部標識板を装備した車両もあり、日中は微灯を点灯せず標識灯を使用する場合もある。日本国外では台湾鉄路管理局や台国有鉄道の客車などで同様の例が見られる。日中前小灯を点灯して走行する路線バス後続車に昼間点灯運転中であることを知らせるステッカー常時点灯している LED を備えたアウディ S4 北欧諸国。 カナダなど、高緯度地帯の国々を中心に、日本よりも早い時期から昼間点灯が行われた。スウェーデンは1977年に、世界で初めて昼間点灯を義務付け、フィンランドも1972年から、冬季の田舎道から始まり1997年に、季節を問わず全土で、ノルウェーは1986年から、アイスランドは1988年から、 デンマークは1990年からそれぞれ義務付けており、これら諸国で販売される車両は、イグニッションスイッチを接続すると、ライトスイッチが切断の位置でも通常のロービームが点灯する。カナダでは1990年1月1日から販売されるすべての自動車に DRL の装着が義務付けとなる。内容は北欧諸国と類似していたが、 自動車メーカーは新しい10日の装備は費用が増加し毎回ロービームを点灯させることは電球の寿命に悪影響して保証問題に影響すると反発した。論争の末に一部変更されて使用頻度が少ないハイビームを減行して点灯させる方式も認められ、かつ白色、琥珀色一部は黄色のいずれも認められた。アメリカでは 1995年頃からカナダに準拠した DRL 装着車両が普及し始める。北米仕様の車両は DRL 使用時はテールランプ、メーター照明などは点灯しない。フロントウインカーを車服灯と兼用する車種が多い北米ではフロントウインカー兼用のアンバー色の DRL も存在する。日本では 1970年代から主に救急車やパトカーが緊急走行中に実施していた。1990年代はじめに二0コーポレーションが西日本地域の一部で施行したが、消灯を忘れと認識した対向車からパッシングされる事例が多発して短期間で中止された。1995年に長崎県の佐川急便が 自己防止のために昼間に配達用トラックの点灯を、はじめ、同社や同業他社によって、全国規模で実施された。悪天候時や白暴時でも点灯しない運転者が、参見される一方で、日中も優位に点灯する運転者も見られることから、営業者の運転者らが、日暮れや悪天候時に点灯を率先した。現在は、自治体、自動車教習所、トラックやバスを用いる、 大手企業などで営業者や車用者が昼間店頭を炊飯している。当期は昼の時間が短く降雪で必死人性の低下も多い。北海道は普及の意義が大きい。デイライトの故障は福岡県の物流会社ランテックが用い始めると賛同車両へステッカー配布やマスコミに取材協力した。EU は2011年2月以降に最初に形式認定された乗用車は デイライト装着が義務化となった。法改正後は、バッテリーの負荷を低減させる目的もあり、LED 式の常時点灯ライトの装着が主流で、テールランプやナンバー灯などは、同時点灯しないが、アウディアシトロエンなど、テールランプも点灯する車種もある。装着位置は、ヘッドライトユニットに内蔵する他にフロントグリルや、フロントバンパー内などに独立して装着するものもある。 点灯のタイミングは、イグニッション音、エンジン始動、パーキングブレーキ解除など、メーカーや車種で異なる。一部の車種は、ターンシグナルランプ使用時に、d r l 部が現行、または消灯し、ターンシグナルを一層目立たせるものもある。かつての日本国内向けの車両は、保安基準に従い、装備しているが制御コンピュータで休止したり、ユニットを装着しない車両も存在した。 データイムランニングライトはフロントヘッドライトに内蔵または付近に別体として設置するフロントの当該部分のみが点灯し基本的にテールランプやナンバー灯などは連動していないが2017年頃以降は連動している例もある発光ダイオードを採用することが多くヨーロッパでは2011年から義務化されており日本車ではレクサスが搭載していたが 保安基準に適合せず、DRL はポジションランプとして現行で点灯して消灯可能であった。2016年10月に保安基準が改正されて昼間走行等として認められた。アウディジャパンは2017年8月10日から8月以降に出荷される全車種に DRL を標準で搭載すると発表した。日本で DRL を標準装備するのはアウディが初めてである。BMW ジャパンも8月31日に今後販売するすべての BMW モデルに DRL を標準装備すると発表し、日本国内で全車標準化はアウディに続いて2例目となる。アウディジャパンが日本向けに設定した DRL はディアスモールライトと番号表示等の点灯も含まれ、昼間時に 自社の存在を強調する目的としては、軌道が低く装飾的要素が大きい。BMW ジャパンとボルボジャパンは、認可前に登録した車両も、車両コンピュータのシステムを更新して、認可照度に対応している。アウディジャパンを含むフォルクスワーゲングループジャパンは、認可前登録車両はユーザーが、車両データを書き換えて EU 基準、DRL 点灯している車両も、 従来通り消灯処置すると公表している。1979年9月に秋の全国交通安全運動で熊本県警が行った常時点灯キャンペーンをきっかけに全国に広まった。1998年に保安基準が車両に対して常時点灯を前提とする構造とするよう改正された。現行車両はイグニッション音ン。 あるいはエンジン始動と同時に点灯し、消灯スイッチは存在しない。エンジン始動時のバッテリー負荷軽減のため、アフターマーケットパーツとして消灯スイッチが販売されているが、法規制はない。1998年に昼間点灯は6割のライダーに浸透していたことから、日本自動車工業会が、バイクは昼間もライトオンをキャッチフレーズとしたポスターや CM を通じて、 一般自動車のドライバーや歩行者、自転車への理解を促すキャンペーンを展開した。滋賀県は2003年から2005年まで自動車の昼間、点灯実施を呼びかけ、2009年4月現在、早め点灯に内容が変更されて自転車も対象としている。昼間点灯を実施する運送会社のトラック支柱に、フォグランプの点灯を実施する路線バスデータイムランプの装備例。 データイムランプはヘッドライト消灯時に点灯する電力消費が少ない LED を用いた繁栄ピルマ点灯用ライトも各種発売されている AB 中野区夕暮れ時早めのライト点灯しましょう2014年12月18日閲覧同車線区内で始終着する列車のみ他車線駅を始終儀とする直通列車の連結部については全区間消灯 または、増快決時、方向転換時に点灯して、同車線を引き続き運転、あるいは消灯して、他車線へ送り出す。機関車牽引列車の客車との連結部は、対象外。西日本鉄道では2007年8月1日から、阪急電鉄では2013年1月1日から、南海電気鉄道では2017年4月1日から、京阪電気鉄道では、 同年8月20日から、阪神電気鉄道では2019年1月7日から、それぞれ実施。なお、京阪電気鉄道や阪神電気鉄道などでは、駅停車時は基本的に消灯している。歩行者や他の地上交通との間には、支障がないが、航空機に対しての対策が必要となる場合があり、車両が標高60メートルを超える路線では、車両の屋根に、 航空障害等が装備されている。小港鉄道では縦にめくり出して使う。非使用時と識別できるよう、使用時は白い円が外周に現れるようになっている。道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令等について、アウディ、データイムランニングライトを全車に標準化、国内発レスポンス道路運送車両の保安基準の細木を定める告示、自公開。 98周期交通安全キャンペーンの実施について、ジャマガジネ1998年9月号、日本自動車工業会、2011年6月10日閲覧。滋賀県、全商島ピルマ転倒運動実施中滋賀県、全消島早め転倒運動展開中。 h t t p w w w p r e f n a g a n o l g j p s o u m u スラ h o ュ m e y e s u s h o s a i k o u k a i 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 0 0 3 6 8 1 h t m ありがとうございます。